宮城県石巻市。人口およそ14万7000人の漁業が主要産業の町です。世界三大漁場とも呼ばれる金華山沖からの魚、湾内で養殖された牡蠣などが水揚げされるのがここ石巻漁港。石巻といえば新鮮な魚介類を用いたお寿司が名物でしたね。魚介が山盛りに、金華丼というのですか。うまさは別格ですね。ここは石の森漫画館。サイボーグ009で有名な漫画家石の森章太郎は宮城県出身。石巻とも関わりが深く、ここ漫画館では原画など数多くの展示を見ることができます。石の森章太郎先生といえば、私は仮面ライダーですね。初代から RX まではもちろん、平成以降も大好きです。石巻市は東日本大震災における津波で甚大な被害を受けました。港は壊滅、高台を除くほぼ全域が津波に襲われ、2000人を超える多数の死者行方不明者を出すことになりました。東日本大震災の被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。震災からおよそ5年、復興の進むここ石巻において ICT を利活用したある取り組みが始まっています。それが未来サポート石巻が運営する石巻津波伝承 AR です。地域の方々がやっぱり自分と同じような思いをする方が、まあ、一人でも少なくなるようにというようなことを思って、やっぱりこれを伝えていきたいっていう地元の方がいらっしゃった。ピン止めしたピンをクリックすることで、その場所の被災直後の様子などを見ることができます。例えばこちらの点ですけれども、こちらの方が震災直後で、こちらの方が逆に震災前、津波が来る前、こんなところが津波が来てこういうふうに被害が大きくて、あとは震災後ですね、しばらく経つとこんな風に綺麗になりまして、これが2013年12月の写真なんですけれども、今はこの仮の堤防はそのままの、こちらの方も仮設商店街は堤防工事のためになくなりまして、こんな風な堤防を作るために今工事が真っ最中というような状況です。あと、まあこうやって浸水深が出てくるんですけれども、今ここで 2.2 メートルって出てきますけれども、現在の風景に重ねて、この壁面とかと比べて、ここまで水が来たんだ、人の身長より来たんだとかっていうのをパッと可視化しているということで、これをまず持ちながらですね、町の方に行きます。これは未来サポート石巻が行っている特別プログラム、防災町歩きの様子です。で、この橋がその当時どういう状況だったのかというのがあるので、また少し開けていただいてですね、それを開けていただくと、ちょうど歩道橋の周囲、歩道橋だけ残ってるんですが、歩道橋の周りがどういう状況だったかということがお分かりいただけるかと思います。両脇にあった鉄筋コンクリートの建物がどういう状況だったとか、電信柱が垂れ下がっていたですとか、歩道橋の周囲はそういった状況だったんですね。アプリを用いることにより、参加者に津波の恐ろしさを実感してもらうことができます。その他、津波の映像や体験談、さらには復興の様子など、さまざまなコンテンツがあります。参加者の皆さんにお話を伺ってみましょう。参加直後の映像とかを見て衝撃を受けた。いや、本当臨場感がすごい溢れる、本当にいいやアプリだと思いますね。やっぱりその実際に歩いてその場を見ることによって、やっぱりまだまだ震災っていうのは復興っていうのは進んでないんだなっていうのがよく分かりました。来られた方が口々におっしゃるのは、いや来てみて初めて分かりましたとか、なんか画面とこんなに違うんですねとかいうのを言ってくださるので、やはりですね、その実感を伴うためのツールとして、この ICT タブレットのアプリというのを使えているというところが大きいのかなと思っています。アプリは英語版にも対応、今後さらにポイントを増やしていきたいと中川さんは考えています。
未来サポート石巻の皆さん、ありがとうございました。今後ますますのご活躍を期待しております。あの忌まわしい東日本大震災から5年になるのですね。そう吉、復興も進んではいるけど、元通りになるにはまだ時間がかかる吉。ええ、そして我々は震災の記憶を決して風化させてはいけません。この動画をご覧の皆様も、石巻市に限らず被災地を訪れてみてはいかがでしょうか。次の事例として長野県塩尻市へ取材に行ってくる基地。